粗品です。せいです。うらっしゃい。200万円紛失事件。3億円事件以来の。助けてくれ。200万紛失、はい、大ニュースよ。紛失です。はい。おい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 。まあしかもちょっとこれ姿勢正しく聞こうか。200万。おそらく犯人この中にいます。グロいやん。いやもう解散やで、ね、このチーム。現金が200万でなくなった。なくなった、いやいやいや、もう笑われへんわ、はい、じゃあ今日この回、うん、刑事事件です。去年の年末やねんけど、はい、我々がお世話になってるチャリロト、はい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 、 CM 広告やらせてもらってるじゃないですか。はいはいはい。で俺なんか毎年なチャリロト案件みたいなんで、うんうんうん、その競輪番組、はい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 、競輪グランプリ年末出てんのよ。はいはいはい。で、粗品自腹で勝負みたいな。はいはいはい、やってんな。そうで、去年ですね、年末に400万円勝負をしたのかな。うん、自腹で番組の中で。そう、はいはいはい。でまあそれはまあまあ盛り上がってんけど、うんうんうん、今になって、はい、まあそのアカウント、うん、俺専用のアカウントがあって、そこに俺が400万をこう入れるわけやねんけど、はあはあ、なんか200万円ほうまだ振り込まれてませんみたいな。ほう、そのまだもらってないですって、小林マネージャーが主張してんの。粗品が番組でそう払掛け金で払ったはずのお金がそう振り込まれてないってなんか小林さんは言うのよ。とにかく消えてんねんって200万。ほん。でも俺はな、ほん、その400万持って現金で、ほん、400万確実に持って行ってんのよ、そのチャリロトの日に。ほん。で小林さんにも見しましたよね、400万、今あるんでみたいな、はい、で俺はその時に渡したと思っててんけど、マネージャーに、そう、てか渡したんよ俺小林さんに400万を。おう、ほな、なんか今になって200万ないですね。400万渡して、いや、うん、てかもうそれもそろそろ200万振り込んでくださいみたいな感じで言われて最初。ほう、小林さんから。まあ塩見から最初言われてんけど、でえってあれ結構前やろ。だって結構前やで、ね、半年半年前やろ今になって。そう、つまり怪しい。何この事件。小林黒幕の手下塩見。塩見あり得る。いやもう急に塩見から古畑の規模や。もう2人ぐらいしか出てこない。もうこいつを古畑や。もうどう追い詰めるかだけ。あ、もう犯人は分かってんねん。分かんねん、この2人やけど、塩見が急にこれちょっと200万を払ってくださいって。いや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 、あん時札持って行ってたよ、うん、で、あの小林さんにちょっと直接喋らせて、あの時の現場に小林さんもいたし、はいはい、で小林さんと先タクシーで喋ってんけど、はい、なんかなんかちょっとハキハキ喋ってなくて、なんか、まず怪しいんだけど、粗品さんの手元にはもう何本も返ってこなかったの。まあ一応その、価値額はあったから、ほうほうほう、取り紙やったんですけど90万ぐらいでしたっけ。なんか、うん、その辺ぐらいのは帰ってきたり。それは帰ってきたの。帰ってきました。で、それも申告したし、税金。してないっけ、あれ。いや、されてると思う。なんか、ちゃんと。90万は渡した。そう。ほんなら、あの、そろそろ200万振り込んでください。身に覚えのない200万。その400万でやったんちゃうんかっていうことですね。そう。解説してください、小林さん。どういうことなんその200万。200万は、あの、実際、払ってもらってるんですけど、あと200万は、まあ、ちょっと400万のうちの200万は粗品の200万やけど、はい、残りの200万払ってない。もうちょっとまだ、いや、あの時も話食い違ってるよ。実際にあの現金持ってらっしゃって でしょ。そう、それほら本当にすごく、あのそれ出して一回出されたのはこうダーンって出して 出しました、はい、ほらそれをなんで俺が引っ込めることがあるの。それをこれでお支払いするっていうふうに、うん、一応チャイルドさん側にお伝えしたんですけど、うん、ちょっとこのタイミングでは受け取れないというちゃんとした手順を踏んでじゃないと、うん、ところになって、覚えてないな。
戻しました。マジのえぐい回やん、これ。なんかもっとポップなんかなと思ったら、すごいじゃん、話し合いが。覚えてないじゃん。マジですれ違ってる。ええってことは、粗品は200万払ってないってことですね、小林さんの主張は。払ってないです。あら、もう真っ向からやん。いや、俺はじゃあその400万手元にあるはずやん。今、引っ込めた札束の400万が家にないとおかしいやん。これないがな。どこ行ったんやろ、400万。時はあったつあったはずです。え、小林さんの証言は400万も粗品はその日は持って帰ったってことですか。そうですね。ほう、ほんで価値額の90万も持って帰った。もうはい、あの、あと後日に。あ、もうじゃあ粗品がもう90万取ってる状態や。じゃあ200万返せどころか。それやったらな。いや、おかしいよな。お前相方で分からんか、お前な。え、400万俺は渡したと言っている。うん、でも渡されてないって言った。うん、いやもう小林さんがこうしてるやんっていう だけの話やねんこれ。小林さんがないないしてる。ないないして、まあ、200万だけでもない社員さん。そやろ、まあ、もうクビや。もしもちろん横領ですから。チャリロトに200万しかあげてなくて、なぜか。はい、で200万は自分でまあなんかね、ラーメンとかに使ったんでしょ。ラーメン、え、開発費。ラーメン作る方。ラーメンとかなんか食べんのにそんないらんしな。でまあ多分やけど20万ぐらい商品もあげるんでしょ、こう。安いな。でしたで。信用を失ってる。しおみくんこの件どう。しおみくん大事よこの証言。当日の現場には僕はちょっと同席してなくて。はいはいはい。でまあその今後のそのまあ新規のチャリロトの話をした時に、その先方から、あ、そういえば昨年度の軍資金はまだ振り込み足りない、はいはい、あ、もう小林さん、塩見が言ってるんじゃなくてチャリロトが言ってきてる、はい、お前、早晴れお前、そうなっとんねん。おい、契約切れる。スポンスクライアント、まだあんねんな、契約。はよ払え、クライアント契約切れる。俺の200万も消える。待てお前、嘘ついてるかもしれんやんけ、あいつがチャリロトが言ってきたって。そんなん信じるんかお前。で、そうですね。で僕も、まあ、半年前のことなんで、そんなことあると思う。せやろ、お前さんに確認したら、その、払ってないって。それ偉いことよ、まず。お前誰が犯人どころか。それマジなんやろ。それの方が解決払え、誰でもいいから、お前ら金のやり手すな、もう普通に払え、それおもろいかやと思ってたら、それマジなんかい、払うかい。切れすぎやろ、迷惑かけんなよ、チャリごとに。俺は払ってないんか。いや、でもこれはちょっと、もう3人で出せ、割って。はよ、じゃあ、そうやな、そうしようか。じゃあ60数万ずつちょっと頼む。あ、まあ、70万、70万、60万でちょっと行こうか。じゃあ、ごめんな。どういう事件なんよ、だからこの誰かが誰かが横領しとる。目撃者おらんのかい。いやだからほんまに俺と小林さんのもうどっちかが嘘ついてるってことやろ。真っ当から、もう真っ向勝負よ。俺は400万どころか500万ぐらい渡したんちゃうかな。思い返せばドーンって。小林さんがないないするとして、うん、めちゃくちゃでも大胆よ。もうこの担当してるタレントのギャンブルキャラっていうのも知ってて、でかい勝負しますって言って半分だけ渡して半分、えぐいね、それできるかな、そんな200万自分のもんに。いや小林さん同期やからな。いや同期すぎ、同期でもせん、同期やからやるよね。同期の意味履き違えてるって、うん、小林さんやってないっすか。やってないっすね。一応あの日酒井も一応いました。これは新証言出てきた。酒井呼んでどっか行ったしな。酒井に電話。次回酒井に電話します。ありがとうございました。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。